はい、釣り子 TV です。久しぶりに崖を降りてですね、釣り場に向かっておりますが、だいぶね、夏も今もう梅雨明けして、季節はねどんどん夏っていう感じになってきてますんで、この先に行けば涼しい流れ出しっつうかね、夏っぺいポイントがあるということで、久しぶりに来てみましたよ。でまた帰りに道迷わないようにね、ロープおい、この前原隊長が昼にいろいろとやられていたので、足回り昼に襲われないように気をつけつつ、えい、よいしょ、ちょっと今日いろんな釣り試したいんで竿がちょっと多めなんですが、こんな感じで始まってる。だいぶ車の温度計は30度ぐらい差してたけど、もうだいぶ涼しい時間帯になってくるはずでござる。ここまで、はい、ここからはロープなしで行きますかね。昼がね、どっから攻めてくるのかっていう感じがね、山を歩いてるときにこう熱とかを感知して、もうなんか結構人の歩いた跡が残ってるんで、ちょっともしかしたらプレッシャー高めかもしれない。ジョイ黒食ったよ。見えます。ジョイ黒フィアーテールがなくなっちゃってる。はい。ジョイ黒で一匹釣れましたよ。ジョイ黒フィッシュ。ちょっとね、口の方の針は外れちゃったけど、元気な夏バス君ということで、40ないかなぐらい、きちりぶつけながら落としてたら、おっぽなくなっちゃいました。1匹釣れました、逃がしてあげたいと思います。夏っぽい上流で餌探し回ってるバス、はい、ジョイクロフィッシュです。